東京青年師範学校は1944年に東京都に設置された青年師範学校である。1935年の青年学校例、青年学校教員養成書例の交付により、東京府が同年に設置した東京府立青年学校教員養成書を前身とする。1943年の東京都発足に伴い、東京都立青年学校教員養成所と、 解消された後、1944年に、本科は、管理追官されて、東京青年師範学校となり、第二次世界大戦後の学生改革で、東京学芸大学に包括された。東京青年師範学校後の非東京府立農業、教員養成所としての発足当初から、西多摩郡大梅町の東京府立農林学校に併設されていたが、 東京府立青年学校教員養成所に、解消後の1937年4月、目黒区駒場の東京農業、教育専門学校校内に移転した。1939年4月に、赤坂区青山北町の東京府青山市販、学校後に移転後、1940年10月に、北多摩郡町府町、沼田の新校舎に移転した。 調布校舎は、官立東京青年師範学校に引き継がれ、1949年、同校の東京学芸大学への包括に伴い、調布文教場が置かれた。調布文教場は1951年3月、東京青年師範学校の廃止と共に廃止され、付属農場は、東京学芸大学世田谷文校に移転した。調布文教場の廃止後も、旧、調布高地には、 学芸大の学生寮と運動場が残っていたが、電気通信大学の調布移転に伴い1953年から1957年頃までに電気通信大学に所属外となった。電気通信大学サイモンの脇に東京青年師範学校跡と記された石踏が建てられている。東京都立青山高等学校同窓会、青山高校の遠隔。 東京学芸大学50年史、資料編588ページ。1954年小金井農場開設。1961年世田谷農場廃止を経て。1987年に野外教育実習施設。1994年に東京学芸大学環境教育実践施設となる。電気通信大学60年史、第3章第4節4からに及び。 電気通信大学60年史、第4章第1節1から1、ありがとうございます。